映画貴族の週刊映画ランキング。始まったよ。始まったよ。今日も始まったよ。今日も高いね。今日も高いよ。今日も高いですね。月曜日はだってあれだよ。何？この週刊、あ、ジャンプ。ジャンプ。え？ジャンプ。ジャンプ読んでんの？ジャンプ。あ、ワンピースだけ。まだまだ読んでんの？読んでる読んでる。昔読んでましたよ。待てなくなっちゃってさ。そうだよ、ね。もう。何の話だ、映画のランキングです、はいはい、あ、そうそう、僕ね、はい、思い出したんですけど、はい、あの僕ら先週ホットロードの予想を挙げたじゃないですか、はいはいはい、で、あの僕ノーネンさんがノーネンさんがってすごい連発してましたけど、はい、なんかあの3代目 J ソウルブラザーズの、はいはいはい、登坂広臣さん、はい、人気らしいですよ。おー、ノーネンさんよりも？いや、すごい人気らしいですよ。知らなかったね、うん、知ってた？いや、全然。勉強不足ですね、僕らは。本当にね、もっと映画以外もね、勉強していきましょう。ミュージックとかね。そうです、そうです、うん、流行りの音楽とか聴かないとね。まずはね、来週までに3代目 J ソウルブラザーのメンバーの名前全部覚えましょう。頑張ってください。宿題ですよ、これ。AKB48 とね、来週テストしますからね。はい、やろう、もうやろう、はい、やるよ。8月9日と10日の、はい、興行収入ランキングです。はい、いいですか、早速。いいですよ。ちなみに僕ら何予想したっけ。そこを振り返るのは、僕はトランスフォーマーロストエイジがかなりいくんじゃないかって。そう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 、僕はあれでしたね、スタンドバイミードラえもん。 When the night おHas come! おおおはい。おじゃあ、行きましょう。お第10位。はいよ。ででん、好きって言いなよ。長いっすね。長き？ね、粘ってますね、うん、結構。川口さん、川口春奈さんでしたっけ？うん。うん、粘ってます。頑張れ。頑張れ。川口さん、頑張れ。応援してる。応援してますよ。僕も応援してる。はい、第9位。劇場版仮面ライダーガイム。列車戦隊特急じゃザムービー。はい、読めるようにしとけ。文字がちょっとね小さいですね。あ、申し訳ない。冗談です。まあまあ夏休み映画ですよね。うん、はい、いきますよ。行きますよ。第8位、初登場、お宇宙兄弟。これゼロって読むんですか？エピソードゼロですかね。あ、シャープゼロ。シャープゼロ。アニメなんですね。アニメですね。アニメ版の劇場版ですよね。これ言ったかもしれないけど、実写映画見に行きましたよ、僕。ああ、そうなんですか。うん、劇場で。ほんと、去年？もっと前かな。なんか。去年、おととしかな。うん。いかがでした？面白かったですよ。その、劇場版は、僕、あの、漫画とかアニメ全く見たことないんですけど、はい、多分、すごくまとめてくれてるんだろうなっていう、なるほど、すごいボリュームのある実写映画でしたね。なるほど、なるほど。うん、わかりました。第7位、ゴジラ。来たな、来たな、ね。いやでもムートーですね。ムートーですよ。ムートー対ゴジラだったね。ムートー夫妻対ゴジラですよ。ああそうだった。そう。いやでも結構触りましたね。何気に？うん。ディスってんの？ディスってんの？いやいやディスってない。世間がってこと、ね。ああそう。うん。そう。見たからね。もう見たからね。やっぱね。僕ら見たからね。日本原作のものとしてはもうちょっと粘ってほしかったなってちょっと思いますけどね。はい、第6位、ででん、ポケットモンスターザムービー XY、 魔界の前とディアンシー。やっぱみんな子供たちが夏休みだからね。ね、夏って感じしますよ、もうこの辺見るだけで。うん、ポケモンって毎年やってるの？毎年やってんじゃないですか。そこら辺も毎年夏はやっぱポケモンやってますよね。やっぱやってんだ。うん、はい、そんなわけで、第10位から第6位でございました。入ってこないね、僕らの予想したやつは。あ、スタンドバイミードラえもんとトランスフォーマーね、うん、では第5位、もういつ来てもおかしくないわけでしょ。うん、おかしくないよ。うっすうっす。第5位、思い出のマーニー。はい、見たんでしょ。ランキング変わらず。あ、本当だ。思い出のマーニーですね。やっぱ根強い人気があるんだろうね、ジブリ作品はね、うん、ね、なんかジブリ大変みたいですけどね。あれはどういう話なの？俺よくわかんないんだけど。まあ普通のアニメ会社に なるよっていうことなんじゃないですか。もう作んないってこと？あ、いやいやいや、その作る時にスタッフを集めるという作り方になるんじゃないですかね。やっぱり宮崎さん、高畑さんが
あの、まあ、高畑さん作るペースすごい少ないじゃないですか。はい。で、はい、宮崎さんが作り続けてたからスタッフを、キープし続けていられたみたいなところはあったと思うんですけど、うん、やっぱ宮崎さんも長編はもう引退するっていう話になって、でまあずっとそのまま社員を抱えて給料を払い続けるのも大変だから、なるほど、やっぱ作る時に集めるっていう形にするんじゃないですかね。まあ、詳しくはスタジオジブリの鈴木さんの発言を皆さん注目しましょう。はい。まあでもまた長編作ってほしいですけどね。そうだね。うん。いやなんだかんだでね作ると思いますよ僕は。すぐに？いやもう多分来年再来年あたりになったらもううずうずすると思うよ。うん、あ宮崎監督がってことか。そう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 。なるほどね。はい、では続いて第4位、よいしょ、マレフィセント。おお、これもそうですね、前回3位なんでずっと粘ってますね。アンジェリーナ・ジョリー。ジョリーですよ。はいはい、第3位トランスフォーマーロストエイジ。おお、来たね。来ましたね。ロストエイジ、もっと僕1位か2位ぐらいかなって思ってたんですけど、これで、うん、これで僕の勝ちが確定したんではないのか。大体ね。分かんないね。そうですね。第2位。はい。ルローニケンシン、京都大化編。あ、強いね、やっぱり。うん、すごい、やっぱね、はい、結構評判いいらしいですよ、今回の。僕さ、あの、うん、動画で、うん、あの、実は予想してたの覚えてますか？覚えてます、覚えてます。覚えてますか？もちろん、もちろん。あの、福山さん出るんですって。あー、出るみたいですね。何役かは僕は知らないですけど、見ていってないので。そうですね、あのサプライズっていうの、うん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 、でもやっぱりあのパート2の方でメインで出てくるような、あ、そういうことなんか、感じみたいですよ。そういうこと、なんとなくですけどね。やっぱ先生の予想したあの人の役なんじゃないのかな。当たったね。はい、まだわかんないですけど。え、まだわかんないですけど、早く見に行きたいっす。見て、僕見に行ってないので。オリジナルキャラかもしれないですから、ね、はい、はい、でいきます。第1位、When the night has come、 指が映ってない、 And the land is dark in the moon is the only I will see、 Stand by me、 ドラえもんでございます。来たね。来ましたね。やっぱりみんなが好きなんだよドラえもんは。うん、世代を超えてますからねドラえもんね。本当にね。いやーすごいな。もうこの前六本木にちょっと行ってきたんですよ。おう、ちょっとあのヒルズ族なの、社交会があって。あ、ヒルズで。ヒルズ族だからってこと。で六本木の駅にね、はいはい、あのまあ馬車で駅まで行ったんですよ。嘘にも程がある。駅にやっぱりドラえもんのいろんなポスターとか、うん、宣伝用の印刷物がかなり貼ってあって、やっぱテレビ朝日があるからだと思うんですけど。なるほどね。そうそうそう。もうあのエスカレーター登るたびにドラえもんのなんかキャラクターの、ね、やつがこう貼ってあったり。それなんか展示会みたいなのをやってるってことじゃなくて。あ、じゃないと思います。普通に、通路とかにポスターが、いろんなポスターが貼ってありましたね。ドラえもん見るなら六本木ということですか。うん、そういうことなんですかね。六本木の東宝シネマズで皆さん見ましょうねということですか。そういうことなんですかね。そういうことですね。いや、はい、分からないですけどね。そういうことじゃない。はい、はい、そんなわけで、第1位はスタンドバイミードラえもんでございました。というわけで先生予想が当たった。先生の予想当たりました、ね、当たった。ということはまた可愛くなれる。どうぞ。やった。今日はね、どん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 、はい、これですよ、このクマさんのね。見えんのかなこれ。可愛いね、クマさんのね、うん、シールをね手に入れたんですよ、うん、はい、これねちょっとちっちゃいんじゃねえかってさっき話して。そうですね。剥がれない、剥がれない、剥がれない、剥がれない。これをどこだ、見えないぞ。どこでもいいよ。見えないよ。どこでもいいよ。見えないよ。どこでもいいよ。ここに貼った。はいはい、見えるのかな。はいはい、ああもういいと思います。はい、ちょっと違ったの、違った、大丈夫大丈夫。いやちょっと月が悪い。はい、以上今週の映画ランキングでございました。では次の動画では今週末公開の映画の中から我々2人が、うん、おすすめをね、うん、ご紹介いたします。はい、では次の動画も見てください。見てください。
チャンネル登録してね。